カラリメトリーは人間の色覚を物理的に表し、定量化するための科学的及び技術的手法と定義される。分光測色法と類似している部分はあるが、色覚とスペクトルの間の物理的相関への依存を減らし、CIE1931XYZ 色空間の3刺激値及び同様の定量化方法に基づいて行われる。カラリメトリーにおける 計測機材は、分光測色のものと類似したものが用いられる。下記のような機材の組み合わせにより計測が行われる。二つの反射スペクトル曲線。測定対象の物体は、短波長を多く反射し、その他の波長の色を吸収しており、結果として青い色として認識される。デジタルイメージング技術において、色時計は三刺激値を計測する機材であり、 カラーキャリブレーションに用いられる。カラーアップルファイルを用いて画像の入力から出力に至るワークフローにおける色の一貫性を保っている。光源の絶対スペクトル分布は分光放射照度計で計測することができる。分光放射照度計は入射光を光学的に集めモノクロメーターを使って細分化された波長ごとに照度を求める。反射光に関しては 分光測色器を用いて資料の可視光域の計測を行う。例えば10ナノメートルの幅で読み取る場合、可視光域である400から700ナノメートルは31サンプルにより読み取ることができる。これら31サンプルを用いて、その特性を表すのに最も重要なスペクトル反射曲線を描くことができる。分光測色器の読み取り値自体はスペクトルであり、 より重要な三刺激値には色空間変換による色度座標変換により計算される。この目的でも分光測色器は用いられる。分光式度計は分光測色器の一種であり、数値積分により三刺激値を測定することができる。分光式度計の三刺激値式度計に対する利点として物理フィルタを持たないため、フィルタ製造時のばらつきに影響されず、 経年変化を起こさない限りは単一のスペクトル、反射曲線を得ることが可能である。一方で、三刺激知識時計は専用の設計、製造がされているため、安価であり、簡単に使用できる。国際照明委員会は、より滑らかなスペクトルを得るため、5ナノメートル以下のサンプル間隔での計測を推奨している。サンプル間隔が大きくなると、 例えば右に示した c r t ディスプレイの赤色系光体の光の放射のような急峻なカーブのような場合において計測精度が悪化してしまう。色温度計は写真や映画撮影において異なる色温度の光源においてどのようなカラーバランスが必要かを判断するために使われる。参照色温度を入力すると参照色と計測された色の間の差異を ミレットで表示される。これをもとに、適切なミレット値に近いカラーフィルターや、レンズフィルターを使うことで、より適切なカラーバランスが実現できる。放線は等しい色温度との関係を表す。内部的には、シリコンフォートダイオードを用いた三刺激値色度計となっている。対応する色温度は、CIE1960 色空間の色度座標を計算し、 プランキアン軌跡上の最も近い点を特定することで計算される。ありがとうございます。